出張ホストクラブは通称デリホス、出張ホストと呼ばれ、ホストと呼ばれる男性が主に女性客を対象に映画鑑賞、ショッピングドライブ、観光案内、食事の同伴、性交渉などデート気分を楽しませるサービスである。レンタル彼氏、女性用風俗と称している店もある。風的法による無店舗型風俗特殊営業の届出が必要である。 ホストクラブの出張バージョンということで、この名で呼ばれる。ホテル等での成功渉があるコースも、ないコースも頼めるようになっている場合がある。ゲーム家のものは、ゲーム家風俗店のデリバリータイプのものを指し、成功渉があるケースが多い。現在でも電話による指名を受け付けるところも存在しているが、基本的に出張ホストクラブの各ウェブサイトから指名及び支払いを クレジットカード決済などですることができる。出張ホストの用紙を含めた情報は、本人の写真や、ブログ、そして出張ホストが発信している、ツイッターなどの SNS 情報によって閲覧できる。またレンタル彼氏をはじめとした、昨今のブームなどによる、新規情報サイトの進出や、男性向けの水商売や風俗を専門に、取り扱った情報サイトの一カテゴリーとして、 また男性向けの情報サイトを運営している事業者が新たに女性向けとして運営する姉妹サイトなどがあり出張ホストクラブを比較することが容易となっている携帯電話の登場インターネットの普及により個人で出張ホストをするものが出てきたというのも一つの流れである自らの顔と携帯番号趣味や価格出張可能範囲などを載せたホームページを公開し それを見た女性からのアクセスを待つというシステムである。不安軽減のため、まずは携帯電話へ冷やかしも OK とされている場合もある。自らの特技を売り物にするホストもいる。個人で活動しているホストの一番の問題点は、お客による指名のすっぽかしが挙げられる。単純にいたずらや冷やかしで呼び出す場合もあるが、ホームページに掲載している画像と雰囲気が違う場合、 待ち合わせ場所にまで来てはいたが合わずに黙って帰ってしまうという例が挙げられる。そのため事前にホストの所有する銀行口座に交通費や指名料の頭金を振り込んでもらい対策を講じるホストもいるが銀行口座から本名などの個人情報が漏えいしてしまったり収入が明らかになるために税金を納めていないホストが税務調査を受けることになる場合もある。 以上のことからトラブルを避けるために団体の出張ホストサイトに所属し団体の出張ホストサイトの事務所を仲介して金銭の受け渡しをすることを望む場合が多い客先やホテルに呼ぶことができるタイプの売り線バーに近いものであるかつては指名前にホスト男性の顔を確認することができず電話による口頭の説明だけでホストの男性を決めていた しかし近年はインターネットや事務所で写真を見てホストを決めるようになっている。マンションの一室などに事務所を置いていることが多く、奥の部屋や事務所とは別のマンションに個室を用意している場合もあり、これを個室ホストと呼ぶ。売り線と異なりバーを運営しているわけではない。1970から80年代頃から芸雑誌に出張ホストの広告が出るようになった。 スポーツ新聞にも出張ホスト募集の広告が出ている。登録制の出張ホストの場合、登録方法は多様である。経営者が事前にホスト志願者に登録料を支払わせる形式もある。中にはこの形式を詐欺だと主張する者もいるが、店側が募集の段階で事前にこの形式を説明し、志願者が納得の上で支払い、店側が客に向けて 宣伝をし、客からの指名が登録ホストに届くようになっていれば、詐欺とは言えない。たとえ、登録ホストが登録料を支払ったのに全然指名がなくても、店側の稼ぎがすべて登録料だとしても、詐欺とは言えない。理想としては、事前に一定期間の無料使用期間があり、ホスト志願者がホストとして、活動の目途立つと判断できた場合に、 無料期間が過ぎた時点から更新料として、掲載料を支払う形式がいいのは当然。だが、その形式では、店側が全然稼げず経営が成立しないと、説明をして、登録料形式にしたとしても、詐欺とか悪徳商法とは言えない。売上マージン制の場合は、指名の売上が上がってから売上に対しての決められたマージン額を、 事務所に支払う形が正式な売上マージン性と言える。だが、それでは、店としての経営が成り立たない場合、登録ホストから登録料で稼ぐという形式にするのも仕方がない。重要なのは、ホスト志願者にとって選択肢が増えることである。店側が、ホスト志願者から登録料だけを取るだけとって、あとは全然客向きに宣伝をせず、 客からの指名が登録ホストに届くような形式にしていない場合だと登録料詐欺と言われても仕方がない。また、ホスト志願者にホスト募集欄での事前の説明もなしに後になってから必要品と称して高額のグッズを購入させる手口や大会時に宣伝サイトから削除代を要求する手口もある。さらに、ホストが客先に出向くことを利用された。 つつもたせなどの犯罪に巻き込まれる危険性がある。このほか、ホストの対応が難しい、過激な SM プレイや、複数のオンラインの報酬を強制させ、お得意様の客が満足できず、怒らせたと言いがかりをつけて、損害賠償を払わせるという荒い手口も存在する。出張ホストは、店舗型ホストでいうところの裏引き、直引きが容認されているところが主流である。そのため、 指名代金に関しては、お客とホストのやり取りとして、経営者は一切関与しないことになる。しかし、金銭の不払いやかかり指名、指名時間の計算の概念から、お客とホストの指名代金のやり取りでトラブルを招くことが多い。そのため、お客は、指名代金を一旦経営者に振り込んで預かってもらい、トラブルなく、指名が終了した後に、経営者が、 ホストに指名代金を振り込むという流れが安全とされるようになった。万が一、トラブルが発生した場合など経営者の段階で指名代金が止まっているので対処することも可能であり、指名代金を事前にホストに振り込んだにもかかわらず、待ち合わせの場所にホストが現れなかった。というような被害を防止できる。ホストも指名代金を手にするまでは、 いい加減な接客ができないのでなーなーの態度をしないようになる。しかし、店側が客からの金を全額受け取り、後でホストに取り分を渡す形式だと、店側が厳選徴収税を税務署に支払わなくてはならないということになる。後で税務署から莫大な厳選徴収税の取り立てがあり、経営者が逃げた例もある。法律上、店側があくまでも 場所貸しだけだとか、宣伝だけだという形式にしておいた方が何かと、ややこしくないので、経営者もそうすることもある。ありがとうございます。